こんにちは、クロウです。クロウの袋日記ホビー始めていきます。はい、今月分、10月分のプレミアムバンダイ限定商品が届きました。どんどんどしどしやってきました。先週末に届いたもの、そして今日届いたものありますが、まあ、いきなりですね、全部はレビューできないので、ここでちょっとですね、簡単に前置き紹介をしていこうと思います。戦い動画ですね、買い物報告動画になります。ではまずは、こちらですね。このガチャのアイテムです。これはオンラインガチャといって、まあ、通常の普通のガチャでも、店頭とかでも発売されてるんですが、それじゃなくて、まあ、インターネット上でガチャが引けるというアイテムになってます。1回2000円のガチャですね。仮面ライダー01の社長秘書イズちゃんのガチャになります。これは3タイプあって、そのうちの1つを購入しました。さすがにコンプリートはですね、オンラインガチャでやる勇気はなかったので、1回2000円ですからね、3回やってできない可能性もありますからね、その方が大きいので、ちょっと1回しかやりませんでしたが、こんな感じ、もう普通のガチャですね。このカプセルが段ボールに1つだけ入った状態で届きました。これをちょっとレビューはしないと思うので、このままここでちょっと開けて中身だけ確認してみましょうか。こんな感じですね。普通のガチャになっています。商品はこんな感じ、3種類、笑顔とウインクとメトジとあって、僕はどれだったかな、ウインクを狙ってたんですが、実際当たったのはこの通常の笑顔状態ですね。パーツがこんな感じ、バラバラになった状態で入っています。フィギュアーツぐらいの大きさなのかな。アニメ調の可愛いお顔になってます。武器とかもついてますね。こんな感じになってます。またですね、これ組み立てて Twitter であげるので、ぜひですね見てみてください。では続いていきましょう。プラモデル系はこちらになります。これはもう僕の世代の人にはたまらないアイテムですね。レジェンド BB 烈光ガンダムになります。今までビクトリー大将軍とか新生大将軍とか大将軍系が限定で発売されてきましたが、その新生大将軍の、若かりし頃の姿というか、新生大将軍になる前の姿ですね。武者 F91 がまた旅をするときにこの姿になった感じになります。武闘家からこんな感じですね。氷と炎の烈光の鎧をまとうというような感じになってます。またですね、関節とか新たなジョイントとかですね、追加されて、今までのレジェンド BB とはまた違ったフレームになっているということで、そこら辺も見どころになります。パッケージイラストがめちゃくちゃかっこいいですよね。こんな感じ、プラモデル系はこちら一つになります。はい、続いては完成品トイ系になります。メタルロボット魂のダブルオーライザープラスセブンソードプラス GN ソード2ブラスターセットになります。いわゆるもう全部乗せダブルオーガンダムですね。いや、素晴らしい。この全部乗せても男のロマンですね。これ見てください、ダブルオー系の武装類がもう本当に文字通り全部乗せになったセットになっています。これ前も以前、どこかで動画で言ったかもしれないんですが、僕的にはガンダム系のフィギュアは100分の1スケールぐらいが好きなので、メタルロボット魂ぐらいのこういう144分の1スケールぐらいのサイズのフィギュアってあんまり買ってきてなかったんですが、ダブルオーガンダム、ダブルオーライザーめちゃくちゃ好きだったので、これはですねちょっと迷いましたが、やっぱり全部乗せということで購入しました。いいですね、このメタルの質感もまたいいですし、メタルビルド系には付属しなかったこういうエフェクトパーツ系、ソード類のエフェクトパーツ系もついているので、また演出的にも楽しめますね。変形合体も楽しそうです。多分これはメタルビルドでは発売されないんじゃないかなという思いもあって、メタルロボット魂購入しました。やっぱり100分の1サイズになるとちょっと重量とか保持力とかいろいろ問題があるので、これはこの全部乗せはやっぱりこれぐらいのサイズじゃないとちょっと遊びきれない、遊びにくくなっちゃうんじゃないかなというのも感じてます。実際どういう感じなのか、またじっくりレビューやっていこうと思います。はい、続いてはメタルビルドになります。もうなんか最近僕的にはなんかもうメタルビルドおじさん的な印象が
あるんじゃないかなと思いますが、まずはエールストライカーパックになります。こちらはもう単品のエールストライカーだけのアイテムですね。エールストライクガンダムとしては以前発売されていましたが、オルタナティブストライクバージョンということで、ストライクガンダムが単品になって発売されたので、それに合わせて、以前エールストライカーで買ってこなかった人用の単品セットになっています。ストライクガンダムにももちろんですが、ガンダムアストレイ、アストレイブルーフレームセカンドリバイなどにも装着できるエールストライカーになってます。商品的にはエールストライクガンダムの時に発売されたものと、同じになっています。マーキングとかが若干変わってるのかな。こんな感じですね。めっちゃ薄い箱に入ってます。僕的にはフライトユニットみたいな感じのちっちゃい箱に来るかと思ってましたが、こういう結構大きめで薄い箱になっています。そして今月の最大のものですね、こちらガンダムアストレイ天津花バージョン花になります。ガンダムアストレイゴールドフレームの天津ミナのリカラーアイテム、リメイクアイテムになります。この全身真っ白ボディとゴールドフレームの見栄えがめちゃくちゃいいですね。この金の箔押し、めちゃくちゃ豪華なパッケージになっています。アマテラスとはまた違ったバージョンのゴールドフレームになりますね。武装類としては天津ミナの武装がほとんどついた状態になって、新たな武装類などもあったりしたり、あと頭部の造形などが変わっているというようなものになっています。これも超大物になるのでじっくりレビューしていこうと思います。はい、ということで10月分プレミアムバンダイの限定商品はこんな感じになります。この後順次レビューを撮影していこうかなと思います。ちょっと先週ぐらいからお仕事の方が、激務続きになっていて、残業があったり土曜日出勤があったりと、今までのようにですねスムーズに動画上げられないかとは思いますが、頑張ってそれぞれレビューやっていこうと思います。これ以外にもトランスフォーマーのバックトゥーザフューチャーコラボの商品があったりとか、あとはこちらですね、フレームトイズさん風来模型シリーズの新しいリカラーバージョンではありますがバグバイト、サンプルとしていただいてますので、こちらもですね合わせてレビュー撮っていこうと思います。プラモデルに関してはちょっと組み立てる時間がないので週末になるかなとは思いますが、頑張ってやっていきますので、レビュー上がったらぜひ見てみてください。はい、それでは今日の動画は以上となります。この動画に関するご意見ご感想ぜひよろしくお願いします。皆さんが購入した今月の新商品、プレミアムバンダイでもいいですし、それ以外でもあればなんか、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もご覧ください。クロウでした。さようなら。バイバーイ。レビュー楽しみにお待ちください。